んだこら。先輩、どうしたんですか？急にお台場でも行こうなんて。そうなんだ。先輩、仕事忙しいですもんね。あ、そうだ、営業部の鈴木さん、最年少で売上ノルマ達成したらしいですよ。すごいよな、憧れちゃうな。は？いや、それ仕事に関係ないと思うんですけど。ああ、そういえば企画部の佐藤さん、こないだ開発した新商品が大ヒットして社長賞をもらうらしいですよ。入社2年目なのにすごいな。いくらもらえるんだろう。は？いや、その子、私の親友なんですけど。あ、そうだ、先輩、ファーストクラス見てましたか？ファーストクラス。沢尻エリカ、超可愛いですよね。女のドロドロ、超リアル。続編楽しみだな。おい、お前、いい加減にしろよ。お前さっきからちょいちょい何なんだよ。人が褒めたもん秒殺でけなして否定して、何様なんだよ。真実じゃねえよ。優秀な後輩の悪口言って蹴落として、神田だか、てめえは。芥川だよ、このアラサーゲーマー。おめえ後輩とか蹴落として恥ずかしくねえのかよ。自分より優れたもん絶対認めねえよな。ちょっと人気あるもんすぐこき下ろすよな。プライド高すぎだろ。るせえ、てめえ戦闘力ゼロだろ、ポンコツ最下級戦士。出てくるやつ全員性格悪い。その言葉のしつけててめえに返すわ、この男白雪。木村白雪だよ。てか白雪でまず駆逐艦ってどういうことだよ。カンコレオタクか、てめえは。そうなんかい。るせえ、周りのやつだけじゃなくてフジテレビまでディスるってどういうことだよ。はっちゃん見ねえだ。嘘つくんじゃねえよ。そもそもドラゴンボールはフジテレビじゃねえか。おめえ最近急に引っ越したよな、家は。最近始めたスポーツは、小学校の頃のあだ名は、全部フジテレビだろ、このボケナス。おめえがフジテレビっ子なの隠してフジテレビディスってんのは100歩譲って、この際多めに見てやるわ。でも優秀な後輩を蹴落として自分だけ優位に立とうってどんだけなんだよ。後輩が活躍するためにむしろ力になってやんのが先輩ってもんだろ。それをなんだお前は。人の悪評ばっか流しやがって、この人間推薦ベキャラ。黙れベンキ、それもフジテレビじゃねえか。ウォシュレットで顔でも洗って出直してこい。もう急に何言ってんだよ。お前なんかまだ神田と子分のくせに。じゃあまだ時間あるし、このあとあの展望台でも行こっか。レッツ八玉、にゃにゃ。
上、出る杭はすぐ打つプライド高すぎ男に怒る美女でした。後輩のために力になってあげるのがイケてる上司や先輩ってもんですよね。出る杭打つのに必死なポンコツの皆さん、そんなことしても一生モテないぞ。そんなポンコツ上司や先輩にならないための素敵なサービスがこちら。営業チャンスを拡大できる世界初のクラウド名刺管理サービス、サンサン。名刺を専用の端末でスキャンするだけで、営業活動の基盤になる正確な顧客データベースを構築。だから上司が取引先と交換した名刺を社内で共有可能、部下にお客さんを紹介することも簡単、売上アップも間違いなし。ちなみにこのサンサンは2年連続シェアナンバーワン、導入企業はなんと2000社以上。グッナー。